ヤオヨロズそれは八百万で八百万と読みます日本にはヤオヨロズの神がいます海にも山にも川にも大地にも道に佇む草花にも米にも野菜にも神はいるという日本古来の感覚。 ではなぜ八百万の食材を神々が喜ぶのか一つは生産者がたくさんの手間暇と愛を注いで育てた作物であるから一つは美しい日本の大地を農薬の毒で汚すことなく自然の恵みで育んでいるからです八方よしの作物を食べれば自然と。 いただきますごちそうさまでした」と感謝の言葉がこみ上げてきます体にも心にも目覚めを与えてくれる「八百万」はあなたの人生を変える一歩になります本物を皆様にお届けする八百屋が私たちスマイルファームです